よっしゃ、今日もじゃゲーム実況投稿するか。うん？てれーてててててて5万人ここにちょっと画面出しといてね、あの編集君ひろかさんね。いやー、みんな信じられるか、チャンネルが消えてる人間が5万人いたぞ。またチャンネルが消えてる俺が5万人いってしまったんだけど、どうしたらいい。俺はこれを喜んでいいのか、恐怖と感じていいのか、どっちなのいやね、まあ、長らくお世話になってるね、リスナーさんはもうご存知の通りなんですけども、新しく来てくれた人は何を言ってるんだこいつはと、まあ、当然めでたいことじゃないかと思うかもしれませんが、俺ね、記念すべきタイミングでチャンネルよく消えるんですよね。まあ過去に2回あるんですけども、まあそれもあっての今だと俺は思ってんだけどね。もう本当になんか、なんつうんだろうな、根強いね、もうどうしても俺に会いたい人大げさに言うのよ、どうしてももう2、3回消えたって俺に会いたい人が今もうたくさんね、集まってくれているんですよ。本当にね、嬉しいこと、みんなにね、もう改めて感謝というか、もう日々感謝してるんですけども、改めてありがとうございますとね、伝えたい。そしてね、まあ正直こういうタイミングで生放送とかリアルタイムで5万人行く瞬間を動画にしたりとか、生放送で見たりとかしたいんだけども、俺がね本当に空気読めない男でさ、こういうタイミングに限って外出してるんだわ普段家にずっといるやつがね、こういうタイミングに限って必ずいないのね。前も4万5000の時もそうだったと思うし、4万の時もそうだったのかな。でね、俺より先にリスナーさんが気づいてくれるっていう、本当にそれもね、なんて言うんだろうな、俺としてはね、情けないのかもしんないけど、もう愛情がね、たっぷり詰まったものチャンネル、俺だけのチャンネルじゃないの、もうみんなのチャンネル、もうみんなのチャンネルだからね、これ。まあ主は俺かもしんないけどね、支えてくれて、まあ日々頑張らせてくれて、で動画にね、動画を見てくれたりとか、コメントしたりとか、評価くれたりだとかね、する人がいっぱいいて今の状態にね。やっぱり人がわーっているところにはちょっと覗きに来たくならないね。なんかスーパーとかでさ、バーゲンセールとかやってたらさ、例え悪いな、すごい、もういやまあそういうことですよね。もう本当にありがとうございます。いや本当になんだろうね、改めて、まあ毎回ね、4万人いったり4万5000人いたりとかして、ありがとうございますありがとうございますばっかでね、やっぱ俺もつまんないと。でまあ今回はそうだな、生放送も記念でしようかなと思うんですよ。でよく俺生放送唐突にやるじゃないですか。今回は、告知させていただきます。この動画、見てる方、ぜひ来てください。ちょっとまあね、その日程は俺は勝手に決めたことだから、その賛否両論あるかもしれないんだけども、6月18日の20時からどうですか。20時から、くんひろは YouTube でライブ生放送をしたいと思います。特別なんていうんだろうな、5万人記念だからといって、なんかすごい記念すべきことをやるべきわけじゃないんだけど普通にね、今まで通り俺が喋ったりで、リスナーさんのコメント読んだりとかね、コメントでもらったネタを俺がやって遊んだりとかね、するぐらいの放送だと思うんだけども、まあぜひね、まあ、初めての告知なんじゃないかな、1週間前に言うってこと自体が。なのでぜひ来てくれると、僕は喜びますね。普段生放送来ない人とかね、顔出しとかあんま好きじゃないけど、まあ、ゲームやってるからとりあえず登録してくれてるよって人も絶対いると思うんですよ。でもその人たちも、まあ、ちょっと一度覗きに来て、俺をね、俺がどんな人間なのか、俺がどんな顔していつもゲームやってるのか、どんな顔しながらリスナーさんとね、対話してるのかみたいなことをね、少しでも、知っていただけたら嬉しいなと思います。なんかすげえ真面目な動画じゃん。何これ、俺のチャンネルこれ上げて大丈夫いつもさ、なんかちょっとね、今見て、ここもう下ネタしかないじゃん、なんか投稿のとこ。まあね、真面目な時もあります、俺だって。本当にありがとうございます。まあそれだけが伝えなかった、ありがとう。そして久々の顔出しだね、本当ありがとうなお前ら。俺は
俺は笑ってんじゃない、今泣きそうんだよ。俺は本当に嬉しいよ実はこれツイッターでもやったからもうね飽きたと思うんだけどね。あのツイッターやってるんでぜひ来てください。まあ YouTube より前にツイッターで5万人が言ったことを、まあ、皆さんに告知というか公表したんですよ。そうしたらまあいろんな方が祝ってくれてね、もう本当に悔しいんだけどリプが返しきれなかったと思うんですよ。もうね友達と焼き、まあ、正直言うと焼肉食ってたんですよ友達とね。まあ記念じゃないんだけど焼肉食ってて、で俺焼肉の食べ終わってからずっと返してたんだけど、もうねちょっとねさすがに時間の限界というものが、友達をね無視しつつリプを返してたんだけどまあ大丈夫、その友達はね巨人くんとか、その仲のいい方だからねできたんだけど、そういうことね。いや本当にリア友にもこういう YouTube で出会えた方にもお母さんにもお父さんにも妹にも感謝をします。ありがとう。そして妹にお前ちょっと YouTube 出てみないか、うちのチャンネル、ちょたまに俺妹の話するんだけど、うん見たいっていうあれがあるんだけどどうって言ったら本当に妹ね冷たいんだ。別に悪いやつじゃないんだよ、あのすげえ仲いいんだけどこれもう愛想がないね。俺の動画見てみもうこんなして5万人いたぞ5万人いたぞみたいなはい、ちょっと10分以内に収めなかった、あ13分いっちゃった。まあ いや今日は、ね、許してくれということで次回もよろしく。次回はね5万5000人かな、あちょっと6万人かな、6万人しとくか、あまああんまいかないと思うけど今年の目標6万人です僕はね。はい、まあいかなかったら引退も考えるかなんちゃってねこれがなんかガチになったら怖いけどな。はい、ということでご視聴ありがとう、バイバイ、みんなこれからもよろしく。